アム来た、藤浦みたいなのも来た。何回聞くだけ違うくてさ、てか唐突にラブライブネタをぶち込んでくるな。だって似てますやん。ところでこれあれやん、この前紹介したオルズハスの新作じゃん。今回はアプデが入ったので紹介していくわね。見かけないコースかと思ったらそういうことね。ということで見ていこう。お、早速なんか変わってる。UI 周りが更新されているわね。前よりかはおしゃれになってる。UI はこの後の画面でも更新されてるので要チェック。カートもドキで海を走れるようになりました。これカートにも実装してくれ。実はこれレースモードの新エリアで、リオデジャネイロをモデルにしたコースが追加されたよ。ヤシの木生えてないしカートのことだし絶対ラブライブじゃないと思ってた。内容は相変わらずの5人倒してボスに挑む形式ね。そこは変わってないのね。続いてはナスカーモード。今回のアプデで新規追加されたモードね。ワクワクの新モード。205万200周の中から選べるみたいね。200周とか誰がやるんだ。とりあえず今回は20周してみた。周りゴリゴリのレースカーなのに種だけシビックなのくさ。それはいいとして結構本格的だな。こんな感じでひたすら20周していくわよ。くそつまらにゃん。ということで車の性能が悪すぎたので再開でした。そりゃそうだろうな。お金ないんで許してくださいまし。課金してあげてもろて。リプレイをしたらどうなるでしょうか。リプレイ見れるんじゃね。残念また最初からです。リプレイ見れないんかい。今はこんなつまらん感じだけど今後のアプデで面白みのあるモードに化けるかもね。モブカーの特定しづらいけどトヨタのカムリっぽく見えるね。おう、フリードライブモードオーグロ PA からナスカーコースに入れ替わる。あのオーグロ PA が消されただと悲しいな。さて、皆お待ちかね新車紹介の時間となりました。今回は何が追加されたんだろう。今回の追加車種はこの4台、ラーダリーバ、AE86、ラーラクリオラ、ベンツ G クラスの計4台の追加を確認。どれもカートに出てる車両じゃん。カートから移植させた方が効率いいし仕方ない。チューニングにも変化がありまして、なんじゃこのエンブレムは、謎架空メーカーロゴがしれっと追加されてたね。本当に謎すぎる。最後のまとめみたいな雰囲気やけど、最後にもう一つ。なんだ。なんとアプデが2週間に一度の頻度で来るらしい。ダシモクさんもっといい感じのゲームにしてくれ。さすがに種の体力的に2週間に一度のペースで同じ話題の動画出したくないらしい。まとめて紹介した方が尺がちょうどいいもんね。尺が短いので宣伝、やはり内容が薄かったか。新クランアップはもう一期募集します。おお、主もクラン作るんだ。ブルー年の日生まれの貴重なクラン。加入すると漏れなく、ラブライブサンシャインの桜内リコフラッグがついてくる。募集告知は X と YouTube コミュニティにてお知らせ予定。フォロー通知をも忘れなく。え、宣伝で尺埋めるな。